元橋広隆は、日本の政治家、都民ファーストの会所属の東京都議会議員、第50代東京都議会副議長、元豊島区議会議員、都市整備委員会委員長、予算委員会委員長を歴任した。2016年東京都知事選挙において、当時所属していた自由民主党の方針に反し、現東京都知事の小池ゆり子を応援したため、自民党東京都連から、 除名処分を受けた、通称、七人の侍の一人として、マスコミに取り上げられた。1961年11月9日、東京都豊島区高松生まれ、豊島区立高松小学校、豊島区立千川中学校、立教高等学校、立教大学法学部卒業。不動産管理業を経て、1999年に、 豊島区議会議員選挙に自由民主党公認で立候補し、以降5期連続当選。2016年東京都知事選挙において、小池百合子候補を支援し、自民党を東京都連から除名処分を受ける。2016年9月16日、自らを代表、会計責任者を、おときたとして、政治団体、都民ファーストの会の届出を、 都選挙管理委員会に提出し、9月20日に、政治団体、都民ファーストの会が発足した。12月13日、除名処分を受けた豊島区議4人とともに、区議会自由民主党会派から離脱し、自らを、幹事長として、新会派、都民ファーストの会豊島区議団を結成し、豊島区議会議長に届け出た。2017年7月2日投開票が行われた。 東京都議会議員選挙では、豊島区選挙区で、都民ファーストの会候人で出馬し、44,556票を得て初当選。2019年、都民ファーストの会選挙対策委員長に就任。2021年7月4日投開票が行われた、東京都議会議員選挙では、豊島区選挙区で、都民ファーストの会候人で出馬し、 24,586票を得て再選。7月23日に、令和3年第1回臨時会で、政府議長選挙が行われ、第50代都議会副議長に就任した。2016年12月13日、自らを代表として、都民ファーストの会都市幕議団を結成したことに、伴って、その後の最初の都市幕議会が開かれた2017年2月17日に、 奇跡の移動が行われたが自分の使命柱を持って移動しなければならないことに対して事務局職員に大声を上げ同活した。これを受けて6月13日に豊島区議会自由民主党区議団を中心としてパワーハラスメント防止決議を提出、可決された。ありがとうございます。